ホンダシビック。シビックはホンダ技研工業が生産及び販売している乗用車である。欧州では新セグメントにアメリカ合衆国ではコンパクトカーにそれぞれ区分されている。昭和47年1972年に販売が開始され、世界各国で販売されるホンダの世界戦略を担う機関車であり。 ホンダ乗用車の中でも最も長く同一車名で販売されている車である。初代から7代目までは小型乗用車の分類に属しており、3ドア及び5ドアハッチバックと4ドアセダン、台によってはワゴンやクーペが設定される等の幅広いボディ展開を持つ。8代目から3ナンバーサイズの普通自動車にボディサイズが拡大された。エンジンは初代より現在に至るまで、 直列4気筒エンジンを搭載しているが、排気量は1.2リットルから徐々に拡大され、現在は2.0リットルガソリンエンジンのほか、2.2リットルディーゼルエンジンや、ガソリン電気ハイブリッドなどが搭載されている。なお、欧州向けには現時点でも、初代と同様の1.4リットルもラインナップ、されている。それらのエンジンは横置きに搭載され、7代目の一部グレードから、 エンジンの回転方向が時計回りから逆方向に変更され、合わせて搭載方向が左右逆になった。駆動方式は初代より前輪駆動を基本としており、3代目から7代目までには四輪駆動も存在した。なお、日本国内向けのものは平成22年2010年8月31日にガソリンエンジン搭載車の同年12月中に ハイブリッドの生産を終了したことから、初代から8代目で38年の日本での歴史に、一旦幕を閉じることとなったが、平成29年、2017年7月27日に、10代目をベースとした4ドア弾と5ドアハッチバック、タイプ R を含むの投入を再開することを、正式発表、同年9月29日から、日本国内向けの販売が再開された。なお、 国米向け輸出用の生産は、三重県の鈴鹿製作所にて行われている。二代目から七代目モデルでは、ホンダが公式に定めた、キャッチコピーに基づく愛称が存在し、広告宣伝でも使用されていた。軽自動車であった N360 とライフはヒットは、したものの、その後に発売した小型車線3 0 0は、低迷することになる。北米と日本とで厳しい排ガス規制が行われる。 ことになり、そんな中でのシビックの発売となった。1972年7月12日にデビューした。ライフを拡大したようなデザインにし、前後のオーバーハングを切り詰め、ホイールベースを長くし、居住性を高めている。当初は、イギリスのミニなどのように、2ボックススタイルながら、ハッチバックではなく、独立したトランクを持つショートファストバックの二ドアセダンのみであった。エンジンは、 最シ C1.2 リットルで 60PS を発生した。トランスミッションは4足 MT のみであった。1972年8月31日に3ドアハッチバックシリーズと上級グレード GL2 ドア3ドアを追加した。GL のエンジン出力は 9PS アップの 69PS。1973年5月に無断変速の スターレンジを持つ二速半自動変速機、ホンダマチック使用者を設定した。また、GL には日本車で初めてリアワイパーが搭載された。1973年12月13日に排出ガス浄化技術である CVCC を採用した1.5リットルモデルを追加した。ただし、この時点では1.5リットルであっても CVCC でないエンジンを選べた。 また、1.5リットルモデルは従来の1.2リットルよりノーズが延長された。同時にユーザーから要望の高かった4ドアセダンにボックススタイルを追加した。4ドアのエンジンは1.5リットルのみであった。1974年10月にシビック初のスポーツモデル 1200RS をラインナップに追加した。5速 MT が装備され、 エンジン出力は 76PS まで上げられた。ホンダは RS はロードセーリングの略としている。これはオイルショックや排気ガス問題などの社会的事情からスポーツモデルが認可されにくく運輸省、当時を睨み回避したとの説がある。1974年11月に5ドアライト版モデルであるシビック版を追加した。1975年8月20日に 全車 CVCC エンジン化に合わせて 1200RS は廃止され、後継として 1500RSL が登場した。1976年5月に4ドアセダンに1.2リットルエンジン搭載車を追加した。1977年9月、4ドアセダンをハッチバック化した5ドアを追加した。1978年6月、1.2リットルエンジンを1.3リットルに 拡大。4度ガンを廃止した。マスキー4などの厳しい排ガス規制や、第四次中東戦争が原因で起こった1973年の第一次オイルショックを背景に、CVCC を搭載したシビックは、世界的な大ヒット車となり、ホンダ1300の大失敗で4輪撤退が、囁かれていたホンダを立ち直らせた。日本では大型なトヨタクラウニア日産。 スカイラインなどに乗っていたユーザーをシビックに乗り換えさせる現象を起こした。ちなみに、本田ダ総一郎は、岩倉晋也がデザインしたシビックを、おんおろしていいねと、ニコニコして褒めたという。その後初代、シビック CVCC は、米国自動車技術者協会、蔡オートモティブエンジニアリング誌から、20世紀優秀技術者70年代版を受賞する、絶版日本車カタログ散水車。 高段者89ページ参照。外観は仙台から引き継ぐ台形プロポーションであるが、インパネ付近には過去にない新たな試みがいくつか見られ、特に初代プレリュードから引き継がれた速度計と回転計を同軸に統合し、メーターの回転軸部分の上に各種警告灯を並べた集中ターゲットメーターを3、5ドア、SE と4ドア、 CL 以外に採用し話題となった。またメーターの他にも、メーターサイドにコンパクトにまとめられた、特徴的なダイヤル選曲式 AM、ラジオ、ロータリーチャンネル式ラジオと呼ばれ、スーパーシビック専用形状となるなど、他の車にはあまり見られないような衣装が存在する。またこの方から、ダッシュボード吊り下げ式クーラーではなくビルトイン、式エアコンがオプションでいされ、 車体備え付けの空調パネルでコントロールできるようになった。他にも通常モデルよりも PS ハイチューン 85PS12.3KGFM なエンジンを搭載したホットモデル CX も登場。オーバーライダー付きバンパーとオレンジ色の専用外装色も相まって人気となった。1.3リットル 70PS 10.7kgfm のエンジンと4足 MT を搭載し、2つのグレードを用意。国内月版仙台を予定していた。発売当初に用意されたボディカラーはソリッドの白、赤、黄色のみでテールゲートに木目調ステッカーが貼られ、バンモデルとの識別点の一つとなっている。ボディサイドの幅広い範囲を飾る木目調サイドパネルは、発売記念として1500台は、 標準装備以降はディーラーオプションで用意されていた。エンジンは EM 型、CVCC サイチェシー8バルブ1.5リットルで最高出力 80PS。トランスミッションは5速、MT、スターレンジ付けホンダマジック、L レンジ付け手動変速が選べ、サスペンションメカニズムは全、マクファーソンストラット5。 ハンダエンリーフリジットとバンモデルそのもので、乗り心地等の改善のため、セッティングが変更されたのみである。装備面では、背もたれの折りたたみと4段階のリクライニングができる、専用リアシート、運転席横のボタンを軽く押すだけで、テールゲートのロックが解除できる、電磁式、テールゲートオープナー、有名な集中ターゲットメーターも装備される。計画では、 国内月半仙台を予定していたが、発表当初は、ステーションワゴンの市場も成熟しておらず、装備内容もグレード展開も限られたものであり、販売も振るわなかった。なお、オーバーライダー付きのモデルは、全長が4.0メートルをわずかに超え、フェリー料金に差を生じた。また、初代より、若干のサイズアップをしたところ、輸出先のアメリカでは、狭いという逆の評価を受けてしまった。 これは、初代の鉱石は狭すぎるゆえに人が乗る場所ではなく、荷物置き場とみなされたが、サイズアップしたことからかえって人が乗る場所と認知されてしまったからである。エッジの効いたシャープなスタイルが流行となる中、どこか垢抜けないずんぐりした形が受け入れられず、CX のスポーツ性は好評であったものの、モデル全体としては初代に比べて、日本国内での売りは振るわなかった。他車種の不振と、 相まって、業績に影響を与えることになった。ローバーと共同開発し、イギリスのスウィンドン工場で生産された後、ドアハッチバックとワゴンタイプのエアロデッキが、欧州専用仕様として誕生した。基本的にはローバー400と同じだが、車体のフロントと後ろのライトやグリルのデザインが異なり、エンジンも自社製を積んでいる。ローバーは高級感を訴求、シビックは、 シンプル思考で市場での競合を避けている。前期モデルは前から見ると同時期に売られていたドマーニと同じデザインであり、車内のインパネなども同じであるが、車体の後ろ半分の設計は全くの別物である。後期モデルになるとフロントデザインを一新して当時、ホンダの主流になりかけたペンタゴングリルを採用。 また当時欧州で知名度が上がってきた現代自動車と H のエンブレムが間違われるようになエンブレムのサイズを約2倍大きくして差別化を図りエアロデッキが追加されたインテリアではローバー400のインパネと同一のものになりウッドフェイシアを排すデザインが採用され高級感が増しているエンジンは1.4リットル、1.5リットル、1.6リットル、1.8リットルがあり 1.8リットルは国内で3代目インテグラに搭載されていた B18C を搭載し最高出力 165PS、最高速度時速 220km とかなりのスポーツ仕様であった。なお、3ドアハッチバック、4ドアセダン及びクーペについては他地域と同様な仕様を発売しており3ドアハッチバックのトップグレードは 1.6ティで日本仕様のサーツ2と基本的に同モデルであるが主な相違点は先代の MA メガバイト MC 型同様イギリススウィンドン工場で日本仕様と同様の5ドアハッチバックと3ドアハッチバックが生産されたエンジンは1.4リットル1.6リットル2.0リットルのガソリンエンジンほかポーランドのイスズ製1.7リットルの ディーゼルエンジンが搭載された。欧州では良い評価を獲得し、イギリスだけでも毎年約3万5000台を販売、コンパクトサンドア市場では1位の座を得た。欧州仕様のタイプ R は日本仕様とエンジンやサスペンションの設定などが異なり、また LSD も装備されていない。シートはレカロ製ではなく座面が 調整可能なバケットタイプのシートが採用れた。他社の同クラスの車と比較し、性能と価格ともに優れ、生産された3ドアの3台に1台はタイプ R という異常な売り上げを記録した。なお、次期型が出るまで販売は継続された。8台目では、北米ホンダブランド専用のデザインを採用した。K20Z3 型 197HP エンジンを、 搭載し、トランスミッションは6速 MT で、ヘリカル LSD も採用されている。また2006年2月8日に、シビック SI セダンコンセプトを、シカゴオートショーで発表した。これは、クーペ、SI と同様の仕様のセダンであり、同年秋に、シビック SI セダンとして、北米で発売され、2007年には、無限が手掛ける、シビック無限 SI セダンが発表され、 薬千台が生産された。カリフォルニア州など一部州で販売する CNG 燃料の GX も先台に続いて用意され、エンジンは1.7リットルから1.8リットルになり、最高出力 113HP となっている。ブラジルでは2007年から E20 から25、20から25%エタノール含ンガソリンから E100 に対応した。 フレックスフューエル対応モデルが生産されており、リアのグレード名を表すエンブレムのもとに、フレックスと記されている。フレックスフューエル対応モデルは、右フロントフェンダーにガソリンサブタンクが装備されており、指導性の悪いエタノール燃料注入時の指導を補助している。香港仕様は、日本国内製の FA1 型4ドアセダンで、外観は北米仕様に準じるが、 右ハンドルである。グレードは R18A 型エンジンを搭載する1.8、デラックスと1.8ベティが用意された。中華人民共和国では、東風ホンダギが製造、販売を行った中国名、思いき、2006年3月20日に発表され、4月22日から発売を開始した。基本的には、北米仕様と同一の内外装を持つが、 4ドアセダンのみが展開された。なお、中国では2011年に9代目に切り替わっているが、後日東風ホンダは2012年4月22日に FD 型をベースとす自主開発者、JA も C も中国名、重い名を発表した。エンジンは R18A 型1.8リットルアイビテックのみ。 価格は11.18万元マイナス11.98万元とシビックよりも安価に設定されている。先代に続きイギリスで3ドアと5ドアハッチバックを生産。フィットで使われているグローバルスモールプラットフォームを使用しており、エンジンは欧州市場専用フィット用の1.4リットル i、イ、TSI と日本と同じ1.8リットル i、ビテックのほか、 トップレベルの環境と運動性能を実現する2.2リットル DOHC-I クトリディーゼルエンジンを採用し、ミッションは6速 MT と I シフトと呼ばれる6速、セミオートマチックトランスミッションがある。安全面では6つのエアバッグ、ABS、ベッサ、イブド、格は独立制御やブレーキアシストなど、標準装備。内装は、 エアコンステレオやカーナビの情報を表示する7インチディスプレイ、アルミのペダルやタコメーターの真ん中に、車の状況を表示する3インチディスプレイなど豪華な装備が標準でついており、後部座席はフィットのウルアシートを採用し、エアウェーブのスカイルーフのような装備設定もある。ホイールベースが短いサンドアモデルは1年遅れて発売され、こちらは1.8リットルアイビテックの タイプ S というサスペンションの設定がスポーツ志向なったグレードと2.0リットルアイビテックを積んだタイプ R とがある。このうちタイプ R は2009年8月にシビックタイプ R ユーロとして日本国内で発売されることが発表され、同年11月5日より2010代の台数限定で販売を開始し、翌2010年11月には一部改良を加えた。 2010年モデルが1500台限定で発売された。オーストラリア市場では4ドアセダンをタイ工場から輸入し、3ドアと5ドアハッチバックはイギリスから輸入された車両を販売した。オーストラリアで販売されたイギリス製造の車両は ISO 規格に準じているため、ライトスイッチが左側でワイパースイッチが右側の配置となっている。 旧代目シビックは2010年の投入が予定されていたが市場動向の変化やアメリカの燃費規制の強化などにより大型化する予定だったボディサイズの見直しなどの商品設計の変更が行われ販売が11年に延期と報道された2010年12月14日に旧代目シビックのデザインコンセプトモデルを2011年1月に行われる 北米国際自動車ショーに出展することを発表した。同時に2011年春に北米で発売する予定も発表された。2011年4月20日にニューヨーク国際オートショーで市販車両が発表され、同時にアメリカでの販売が開始された。モデルは大きく分けてガソリン車、低燃費ガソリン車、HF、ハイブリッド車、スポーツ車、 SI, CNG 車、ナチュラルガスの5種類が設定されている。また、この台から海外船売モデルとなった。ボディサイズは、先台と比較し、全長がわずかに短くなったが、全幅と全高はほぼ同一であり、エクステリアデザインはクリーンで流れるような、ワンモーション、モノフォームデザインで、スマートでエアロダイナミックにという先台のコンセプトをより、洗練させている。 A ピラーをより傾斜させたことに空力が向上し、より細くすることで視認性を向上させた。ボディへの高張力鋼板の使用率が、先代の50%から55%に増え、10%の合成アップや車両重量の7%の軽量化に寄与している。安全装備として、モーションアダプティブ EPS やベッサが全車に標準装備された。インテリアでは、 スマートインターフェースアプローチにより、計器類は重要性の高いものを、ドライバー目線の高い位置に、重要性の低いものを下に配置し、エアコン、オーディオなどのスイッチ類もグループ化して配置した。5インチ LCD を持つ、I-MID、インテリジェントマルチ、インフォメーションディスプレイは、ベースグレードのデラックス以外に標準され、様々な情報を表示する。低燃費運転を支援する。 エコアシスト機能が SI 以外に標準装備され、アメリカではハイブリッドモデル以外では初搭載となった。室内は仙台より容積も増え、前席のショルダールームや後部座席のレッグルームが広がった。下位グレードのオーディオは 160W4、6スピーカー、上位グレードは 360W7 スピーカーのシステムで両方ともストレージをつなげる。 USB 端子が付く。ガソリン車のグレードは、デラックス、LX、EX、EXL の4種類あり、搭載されるエンジンは、デュアルステージインテークマニホールド付きの4気筒、サイチェ C1.8 リットルアイビテックで、最高出力 140HP6500RPM、最大トルク173ナノメートル 4300RPM を発生する。 組み合わされるトランスミッションは、5速 AT と5速、MT の2種である。AT 仕様の燃費は、アメリカが収穫環境保護庁、EPA 規格の市街地、高速道路、複合の各モードで、28、39、32メートル PG となっている。低燃費、ハイバリュー仕様である HF、ハイフュエルエコノミーは LX と、 EX の中間と位置づけられ、エンジンは標準ガソリン車と変わらないが、トランスミッションは5速 AT のみで、専用15インチ軽量アルミホイールや専用スポイラーが装着され、さらに専用空力パーツで空力を向上させるなどにより、EPA 高速モードの燃費が39メートル PG から41メートル PG に向上している。ハイパフォーマンスモデルである SI は、 仙台から排気量がアップされ、4気筒 DOHC2.4 リットル I、ビテックエンジンが搭載される。最高出力 201HP7000RPM、最大トルク230 n m メートル 4400RPM で、仙台よりは力は 4HP、トルクは42ナノメートルアップした。トランスミッションは6速 MT のみで、ヘリカル LSD が装備される。 SI の装備として、エクステリアでは、フォグライト、スポーツサスペンション、17インチホイールと215、45R17 タイヤ、センター LED、ブレーキランプ付きボディ同色トランクリッドスポイラー、クロームエキゾーストテールパイプなどがあり、インテリアでは、景気上段に独自のレブリミットインジケーターがあり、6つのライトでシフトタイミングを知らせるほかアイビテックの切り替えで、 光るエンジンライトもある。IMID にはパワーメーターと呼ぶエンジンのステータスなどを表示する機能が追加され、その他アルミシフトノブ、アルミペダル、赤刺繍スポーツシートなどが専用装備となる。CNG 車は先代までの GX からナチュラルガスに名前が変更される。エンジンはガソリン仕様と同様の4気筒1.8リットルであり。 最高出力 110hp、最大トルク 143.5nm で、先代と比較して 4000rpm 以下のトルクが向上し、燃費も向上している。天然ガス対応のためフューエルインジェクター、インテークバルブ、エミゾーストバルブ、バルブシートなどが専用仕様となり、圧縮比はガソリン仕様の10.6から12.7に高められており、 強化コンロットや専用ピストンが適用される。生産はインディアナ工場、カナダリストン工場で行われ、天然ガス仕様はインディアナ工場のみで生産される。2012年モデルは2011年11月のロサンゼルスオートショーにおいてアメリカの自動車誌、グリーンカージャーナルの編集者らが選ぶグリーンカーオブザイヤーに選定されたことが発表されている。 中国では2011年9月16日、成都モーターショーにて発表され、10月29日から発売を開始した。韓国向けは2011年11月3日に、ホンダコリアによって発表され、1.8リットルの LX と BX、そしてハイブリッドの計算種が発売される。2012年2月オーストラリア市場に新型が導入。 仙台同様4ドアセダンはタイ工場から輸入し5ドアハッチバックはイギリスから輸入された車両を販売している仙台同様イギリス製造の車両は ISO 規格に準じているためライトスイッチが左側でワイパースイッチが右側の配置となっている日本向けは当初2012年に発売が予定されていたものの2013年秋に 予定されているフィットのフルモデルチェンジの際に、セダンが追加されるため、日本では発売される可能性はなくなった。なお、このセダンについては、翌2014年12月に、グレースとして発売されることが発表された。シビックは、アメリカの小型車市場の販売台数で主位となっている。また、米国道路安全保険協会の安全テストで、 ボルボ XC60 と共に最高点を獲得した。2013年モデルでは、モデル2年目にして、ビッグマイナーチェンジを受けた。セダンは、エクステリアデザインが一新されており、ホンダでは、より若々しくプレミアム感を向上させたとする。フロントは、大開口低重心のワイドバンパーや、新デザインのボンネット、ハニカムグリルを採用。リアも、バンパーや、トランクリッド。 テールランプが変更された。EX、EX、L モデルでは、新デザインの16インチホイールが採用された。内装では、新トリコットヘッドライナーなど、よりソフトな素材を多用、質感を向上させた。サスペンションやステアリングのリチューンや、ライドコンフォート性能の向上、室内静寂性の向上も行われている。安全面では新世代の衝突安全ボディである。 ACE2、アドバンストコンパチビリティエンジニアリング2を採用した。フロントサイドエアバッグでは新たに過剰なエアバッグの展開圧力による乗員の負傷スクを減らすスマートイベントが採用された。シビックハイブリッドでは前方衝突警報や車線逸脱警報を標準搭載した。Bluetooth Hands Free Link やリアビューカメラ、p a n d o ン a ーフェース、SMS テキストメッセージ機能、 ステアリングホイールオーディオコントロールが全モデル標準装備となった。クーペモデルのエクステリアの変更点はないが、翌年にフロントフェンダーのプレスが丸みを帯びたものに変更された。標準装備の大幅強化にもかかわらずメーカー、希望小売価格は160ドルの値上げに抑えている。2014年モデルでのマイナーチェンジにより、ガソリン仕様の 5AT が CVT に置き換わった。 5AT より、レシオレンジは22%拡大。EPA 燃費は、市街地で2メートル PG、総合で1メートル PG 向上。HF モデルでは高速モードも1メートル PG 向上している。7インチタッチスクリーンコントローラーや広角ドラミラー、ブラインドスポットディスプレイレーンウォッチなども、標準、オプション設定された。ナチュラルガスモデルでは、レザートリム仕様が追加された。 2011年9月13日に欧州仕様5ドアをフランクフルトモーターショーにおいて発表し2012年1月より販売を開始したデザインコンセプトはクリーンダイナミックで求められる環境性能とホンダの活力を表している先代の持つ未来的デザインをキープしつつ洗練さとエレガントさをプラスしたデザインとなっている ローワイドなモノフォームデザインとして具現化し、ボディサイズは仙台と比較し全高が 20mm 低くなり、全幅が 10mm 拡大した。仙台同様センタータンクレイアウトを採用している。初期のデザインスケッチは航空機のブレンデッドウィングボディや低低高水着などから着想を得ており、バンパーやフェンダーラインがシームレスにボディと融合する、流れるようなデザインを目指した。 空力にも力が入れられ、セディチは仙台より約10%低減した。特徴的なリアコンビネーションランプはリアスポイラーと統合されており、リアウィンドウ加端の延長や C ピラーを約 100mm 後方に移動させることなどと合わせて仙台での課題だった後方視認性改善している。仙台ではなくなったリアワイパーが再び搭載された。 ディーゼルエンジンモデルではフロントグリルに電動シャッターグリルを採用している。エンジン水温、車速、外気温よりシャッターグリルを自動開閉することにより空力性能と冷却性能を両立させた。リアサスペンションは室内スペースとマジックシートの重要性から車軸式を次するも仙台より大幅に改良され液風コンプライアンスブッシュや 新ウレタンダンパーマウントを採用。トレーリングアームは、より肉厚になり、仙台シビックタイプ R 採用品を上回る、剛成を確保た。インテリアも、仙台の未来的デザインを踏襲しつつ、品質が高められた。ロードノイズなどの室内騒音低減に力が入れられ、対策は、室内だけでなく、シャシーやエンジン周りなど多岐にわたる。搭載されるエンジンは、 1.4リットルと1.8リットルのガソリンエンジンと2.2リットルのディーゼルエンジンの3種類だが2012年末には新型の1.6リットル自家4ディーゼルエンジンモデルが追加2.2リットルディーゼルと置き換えられた1.6リットル iD-TEC ディーゼルエンジンはアースドリームズテクノロジーを採用し第4世代のギャレット製ターボチャージャー、ボッシュ製 それの移動式インジェクターの組み合わせで、最高出力 120PS、4000rpm、最大トルク300ナノメートル、2000rpm を発生。クラストップレベルのトルクは誇る。重量も、同社2.2リットルディーゼルエンジンより 47kg の軽量化を果たしており、こちらもクラス最軽量を謳った。アイドルストップ、エコアシストを標準装備する。 組み合わされるトランスミッションも新設計の6速 MT で、その他に搭載車にはサスペンションやステアリングレシオの調整が行われ、室内ノイズ低減のためのアクティブノイズキャンセレーションも採用された。すべてのエンジンに6速 MT が準備され、5速 AT は1.8リットルモデルのみ選べる。2012年より本モデルをベースとしたシビック WTCC が 世界ツーリングカー選手権 WTGC に参戦している。2013年のフランクフルトモーターショーにおいてステーションワゴンであるツアラーを発表した。欧州専用車種として2014年に発売を予定している。欧州の顧客ニーズや環境に合わせて欧州の R&D チーム主導で設計が行われた。 C セグメントで最もコンパクトで全高の低いワゴン、加湿容量は、クラストップレベルとホンダでは述べている。デザインは5ドアシビックとほぼ共通で、全長は高ドアと比較し 275mm、拡大、加湿容量、リアシートアップ、とのカバーまで、ワゴドアシビックの477リットルから624リットルに増えている。 リアドアサッシは5ドアシビックより 17mm 持ち上がりリアクォーターウィンドウガラスは D ピラー部を覆うフローティングルーフデザインとなっている空気抵抗低減のためツアラー独自のリアスポイラーが採用されている走行性能ではザックス製 CDC-1XL リアアダプティブダンパーを量産車で世界初採用 EPS もツアラー独自のチューニングが施された エンジンは1.6リットルディーゼルと1.8リットルガソリンの2種類。2015年のニューヨーク国際オートショーで10代目シビックのコンセプトカーを発表。2ドアクーペ、北米市場のみ、4ドアセダン、5ドアハッチバックが用意される。8代目、9代目では地域によって大きく異なっていたボディタイプは今回再び統一された。2017年7月に 日本での発売を正式発表し、日本市場においては8代目の販売終了以来、7年ぶりに再投入されることになった。これまではノーマル車をベースにして、後付けの性能強化でタイプ R を開発してきたが、今回は最初の設計段階でノーマル車とタイプ R モデルを同時開発し、ノーマル車の走行性能のレベルアップとタイプ R の 実用性の拡大を両立させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。